15時を過ぎてもミニリュウが湧くので、湧きが終了するまでゲットし続けます。この機会に1匹でも多くゲットしたい。ここで視聴者さんにイベントが6時まで延長されたことを聞く。最初から6時間と知ってればそれなりのペース配分があります。最後、無駄にラストスパートかけた俺って一体。目的は達成したのでここで帰ろうか迷う。ふと通知を見たら個体値 100% のミニリュウ。よし、キリがいいのでこれをゲットして帰ろう。消滅まで20分あるので余裕だ。場所は大宮公園から近いです。徒歩でも行ける距離です。徒歩で向かっているそれらしい人たちもおりますね。近くまで来てベッフーザのレイドがあることを知る。なんというグッドタイミング。2名入った。これは行かねば。うっかり入ってしまったが、いやいや待て待て、ベッフーザでどれぐらい時間が取られるかわからない。ここはミニリュウ優先だろう。みんなで個体値100に集まる感じ、鳥取号の駅前の感じに似ている。出ました、個体値100のミニリュウ。ポケモンレベルはとても低いです。個体値マックスなミニリュウゲットだぜ。とりあえず記念になります。よし、レッグーザ行くぞ。個体値マックスからのレッグーザ、ポケモーでこういう良いつながりがある。この辺の塩梅うまいことできてるなぁと思う。強軍の無料レイドパス消化できないかもなんて思ってた。それがレッグーザで使えるとは。ガビーイン、すぐ入るの私だけ。3分ぐらい待ったら一気に増えました。3分なのにとても長く感じる。絶望感に包まれもう集まらないんじゃないかとさえ思った。ちょうどベンチに視聴者さんがおられて一緒に戦う感じに。マンムーへの進化を見据えイノムーを強化しました。戦闘開始。勝利です。お、技スペゲット。ボールは10個。この前までの私とは違う。ドラゴン使いのメダルをゴールドにしたのだから。 CP は2016、低い。最後の1球になってしまった。全ラングレートでダメだった。ドラゴン使いをゴールドにした早々レッグーザに逃げられるという初動輪行。1時間ほど野望用でミニリュウが予定し、そして再び大宮公園へ帰ろうと思ったのですが、こんな機会はしばらくないのでギリギリまで粘ることにしました。18時過ぎに孵化するレベル5の卵が大宮公園隣の氷川神社にあるので、それをやって終わりとしたいと思います。それまでミニリュウを狩りまくります。夕方になった大宮公園、いきなり寒くなりました。この時間になると人もまばらです。暖かかったらもっといたりするのかな。そういえば日中お弁当を食べてる人を見かけなかったな。お芋若きもミニリュウなりでした。家族やカップルさんたちは真ん中の広場にシート広げて食べたらいいのに、ピクニックとポケボーを合わせるのとても良いと思うんです。私今日のところはそんな暇はなかったです。人のこと言えませんな、あはは。誰も食べてないのに一人で食べてたら浮きますし。人影が迷い込んできました。次のコミュニティデイのポケモンか。まあ人影出られてもという色違いがあるなら取らないとだけど。そういえば先月のピカチュウの時はピカチュウと影坊主の色違いをゲットしてすぐ帰ってしまったので、大宮公園の状況を今日みたいに見てないんでした。どれぐらいのにぎわいだったんだろうか。ミニリュウってうなぎみたいで狩りがいがある。ホエルコやコイキングも飽きない。これは本能的なものなのだろうか。コイキングの大量発生も望むところだな。釣り人のメダルがさっぱりだし。ただ金コイが大量に釣れちゃうのはよしてほしい。たまに取れるからいいんだ。ドジョッチも金出してほしいな。現実でもたまに金のドジョウ見つかるし。
尾や色違い。そろそろレベル5の卵が孵化するので近くで待機します。いつもギリギリでヒヤヒヤする。まあ今日はもう満足した思いもある。最初の3時間ですでにやりきってたからな。というわけで氷川神社の楼門でレベル5のレイドです。昼から大宮公園にいたわけですが、レベル5のレイドはこれ1回でした。ほんとレベル5のレイドが少なくなりました。あ、でも昼にあってもネットワークエラーで無理だったか。氷川神社のこの時間に人がたくさんいて祭りな気分です。せっかくなので立派な楼門をバックにしてレイドに挑みます。さてグラードンか海洋がかレッグーザーか。グラードンでした。この間さよならしたばかりな気がします。神社の楼門の赤に合わせてきたか。門を守るグラードン、かっこいい。一気に20人、すごい。戦闘開始。勝利です。ボールは9個。ゲットチャレンジタイム。 CP は2876。高くもなく低くもないといった感じ。グラードンといえばずっとこんな感じでした。タイミングはかろうじて覚えている。海洋画のあの少し早く投げるタイミングはしばらくしたら忘れそうだけど。グラードン、右に少し寄ったぞ。最終的にいなくなったりして嫌なシステムだ。グラードンといえばこの長い町だな。忍耐が試されます。
ゲットです。2連続で負けて帰ることにならなくてよかった。まあまあな感じです。ブーストされていていいですね。今日は無料レイドパス2枚をレベル5で使えてよかった。では、去ります。まだトレーナーさんが集まってきてる感じです。コミュニティデイ最終結果報告。イベント前の捕獲数が113匹、最終的に319匹。というわけで、今日捕まえたミニリンは206匹でした。個体値的にはサーチで取った 100% 手当たり次第に取った中では 96% が2体でした。色違いは8匹でした。祭りの後な感じの大宮公園を後にします。大宮公園で横浜や鳥取のポケゴーイベントの片鱗を味わえた1日でした。静かになった公園の片隅でプラセルとマイナンが遊んでた。